こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はジャズビッグバンドの上達法ナンバー2ということでですね、実際にビッグバンドの僕はこの間審査員をやったんですけど、他の審査員の先生全員に聞いてみました。というわけでですね、審査する側の人からの意見を聞いてみると、これってすごくわかることがいっぱい出てくるんじゃないのっていうお話ですね。でまずその僕が出たステラジャムっていう、国際ジャズオーケストラフェスティバルの審査をやった、この内容がちょっと他とは変わってて、これ面白いんでちょっと知っていただきたいなと思います。山梨県のですね、ステラシアターというところを使ったビッグバンドコンテストになるわけなんですが、一応全国大会でですね、全国各地から、中高生のバンドも、出演可能なんですよ。で大学生まで でここはあのジュニアバンドのためのコンテストなんですね。ジュニアバンドっていうのは、まあ、言い方悪いけど2軍みたいなね、山野のビッグバンドコンテストが1軍が出るから、まあ4年生とかはできるだけなしにしていただいて、まあ差別化のためにもやったっていう話だったんですけど、中学校高校のバンドも受け付けるんですよ。なのでこう今後若い世代の人たちが今後ビッグバンド頑張っていこうねっていうところのために狙った、コンテストなんですよ。これ面白いですよね。で演奏のリアルタイムコメントを後日 YouTube に上げるんですね。だから審査大変で、演奏してる間にずっとリアルタイムで喋っていかなきゃいけなくて、でそれを各先生のやつをまとめたやつを演奏のタイミングでこう喋ってるのと合わせてこう YouTube に上がるんですよ。なのでこうそのタイミングで、あここはねこうした方がいいよ、ここはこうした方がいいよとか、こういうところはこう感じるよっていうふうなことをいろいろお伝えできるようになってて、後で、反省の材料になるっていうふうにうまく作られてますね。すごいですね、こういうところね。で審査員6名で、一番上と下の点を省いた点数で審査するってことですね。一番上と一番下ってやっぱりどうしてもあの趣味が分かれちゃうので、真ん中の4人、一番上と一番下はもう省いちゃって、真ん中の4人の合計点で審査していって、バンドの点数を競い合うという形ですね。上位7番目のまでは発表して賞を出すんですけど、1位しか発表しないですね。だから2位3位4位5位っていう順位は発表しないようにしているということですね。その他個別に賞が出る、個別に賞が出るんですけど、これはソリスト以外の賞を各担当の先生が選ぶってことになってるんですね。山野はここら辺がそのソリスト賞とあとバンドの賞だけなんですけど、ここはあの僕なんかもそうなんですけど、ドラムのソリストの賞はまた別で選んで、アンサンブルが上手な人を僕は今年も選ばせていただきました。でステラジャム自体はもう15年やってて、まあ、コロナで2回なかったんで13回目になります。そのうち僕は3回目の、審査をさせていただいたわけなんですが、最終審査を決めてる間って1時間ぐらいかかるんですけど、その間にこう、学生たちの選抜メンバーで初見交流会があるんです。これすごく面白いですよね。でこれあの後で先生たちの話で喋ってるんですけど、海外ではめちゃくちゃ多いんですよ。僕も海外のワークショップいっぱい出てるんですけど、当日はい初見やろうって言って、でそれ以上突き詰めないみたいな、その方がこう譜面からいかにこう音楽を読み取れるかみたいな、譜面に書いてあることではなくて譜面に書いてある奥をちゃんと読み取れるかどうかをできるだけ短時間でやるってことをめちゃくちゃやらされるんですね。これはすごく僕もやってきました。カリフォルニアジャズキャンプのですね、招待の賞が各楽器で選ばれるんです。今年は僕もそれ選ばせていただいたので20名選んだのかな。カリフォルニアのスクのね、キャンプに、無料で行けたり、今年はちょっと値段がかかるんですけど、優待でね、入らせていただくということで、僕もシアトルのジャズキャンプ何度も行ってますけど、そこでいろんなも経験させてもらいましたけど、そこではあのピアノのベニー・グリーンがやってるアートブレイキジャズメッセンジャーズワークショップみたいなやつをですね、選抜で取らせていただいたことがありますけど、本当にあれはね、自分の、人生の糧になってますね。で、課題曲があるんですよ。山野にはね、これはないと思うんですけど、必ずスイングの曲、要は、まあ、バンドによってはもスイングの曲を全然選ばないので、ベーシーみたいなスタイルの曲で途中でリズムチェンジができるかっていうことを審査するって。これ結構ね、あの、最初のうちで叩かれたみたいなですね。ジャズなのになんで課題曲があるんだみたいな、叩かれたみたいですけど、これすごくいい試みだと思いますね。だからその、要はゲットベターしていくためにやっぱりジャズの元々のやっぱりスイング感っていうのも覚えたり、リズムチェンジができるかっていうところも競いましょうねっていうところですね。はい、というわけでですね、まあ、これ審査員スタッフ皆さんがものすごく音楽シーンをめちゃくちゃ考えてると僕は感じるんですね。なのでお声かけていただけたらできるだけ優先してね、受けさせていただいております。この審査員のメンバーも素晴らしくてですね、黒坂洋介さんっていうプロデューサーと司会されてる方なんですが、この方はもう国際交流でこういったことをすごく昔ビッグバンドもされていて、でまあ書籍とかもいろいろ出されてますが、国際交流のイベントをたくさんされてる方ですね。
で、杉山正史先生はトランペットですが、まあ、ご自身のビッグバンドも持ってらっしゃって、そこもランディ・ブレッカー呼んだりとかですね、結構、精力的に演奏されてる、方で、本当トランペットのね、あのハイノートの、いろいろ講座とかもされてる方ですね。堂本正樹先生も僕はよく演奏一緒にしてるんですけど、もう本当に数々のビッグバンドを総なめしていろいろ演奏されていると思います。はい、スティーブ・サックス先生ですね。まあもう昔一度演奏させていただいたことあるんですけど、まあ、オノリサさんとか、まあ、ブラジリアンのとかも非常に上手ですし、本当にもう、まあ、ジャズも素晴らしい、サックスプレイヤーですね。いろんなところで僕はずっとつながっているんですけど、安川大輝先生、これも安川さんも昔から一緒に、ピアノトリオとかよく一緒にやっていただきます。最近はやっぱり一緒にやる機会がね、あんまり、ないですけど、彼はあの、山野のビッグバンドの方の審査もされているので、まああの、お風呂に入りながらいろいろ違いとかいろいろ教えてもらって面白かったんですけど、そして増田咲子先生、こういう音楽院があった時に、一緒にいろいろイベントとかで一緒に演奏もさせていただきましたが、彼女はあのバークリーを卒業されて、作曲関係であちこちで活躍されている方ですが、ビッグバンドの作曲をすごくたくさんされている方です。そしてドラムはですね、私の師匠でもありますスコット・レイサム先生ですね。僕直接習ったわけじゃないんですけど、専門学校の時の先生なんですよ。だから試験の時はいつもスコットさんがねこう座っててなんかコメントちょっとくれるんですけど、スコットさんはもう僕が専門学校の時からですね、あのトンネルズのバックとかがもう本当にポップス界のもう大きなステージたくさんされてきて、で今はディズニーオンアイスをされていますね。まあ、そんな感じでディズニーとかどうしてもこう帯で決まっちゃうじゃないですか。でそういうとこに被った時に、黒田君やってくれないっていうふうに声かけていただくんですが、もう本当に素晴らしい面々の審査員の方々ですね。はい、というわけでですね、審査員の先生に、審査の合間にですね、時間が20分しか休憩のない中に、無理やりねじ込んでですね、対談をさせていただきました。めちゃくちゃいい話がたくさん出てくるので、もう本当にビッグバンドにね取り込む姿勢がとすごく変わるかもしれないですね。というわけでぜひ、最後まで対談を聞いていただければと思います。ではどうぞ。ではですね、あのステラジャムというビッグバンドのフェスティバルをやっているんですけれども、私はあのプロデューサーをやっております黒坂と審査員の先生方に、この大会のテーマであるゲットベター、上達しましょうということもについて一言ずつお話をいただきたいと思います。どういうふうに審査とか、好評とかそういうところに反映してくださっているか、学生たちのレベルアップのためにどういうことを考えながら審査しておられるかということを聞いていきたいんですが、はじからじゃあ、ですが完成から、はい、あのこのコンテスト15年目です。5年、15年前はまあ、今はね、本当に技術向上したと思うんですけども、ジュニアバンドの大会ということで、コンテストというより、その、クリニック的な感じがね、多かったと思うんですけども、まあ、今も、まあ、そういう感じで、まあ、すごく上手なバンドも、ここをこうした方がいいんじゃないかなということがあったら、中箱の隅を続くわけじゃないですけども、気が付いたことは、もう、どんどん伝えていこうかなというふうに考えて、公表しています。はい、ありがとうございます。スティーブ・サックス先生。はい、あ、どうも、スティーブ・サックスです。木管楽器の、担当、審査員です。まあ、私たちは、まあ、長年のプロですね。練習、勉強、そして、現場での経験が割と、まあ、たくさんあると言いましょうか。しかし、私たちはまだまだ完全完璧ではありません。まだまだこれから、頑張ってもっともっと上手くなりたい、自分の、言いたいことを音楽を通して表現していきたいと思っています。だから、まだまだ Get Better 最中の、若い人の気持ちが分かっています。同じように頑張らないといけない。という気持ちで協力しながら、みんなでゲットベターしましょうという感じかな。よろしくお願いします。どうも友達先生。はい、金管楽器担当と言いながら僕は、トロンボーンやチューブやそういう中堅音楽職行ってますんで、そこら辺を重点的に審査してます。どうも友達と申します。ゲットベターという点でという話ですよね。もう何年目でしたっけ ?13 回目なんですけど、まあ15年目です。15年目、はい。あの、ちょっとお休みあったけど、まあ15年目ということで、15年間ずっとやっぱり言ってきたことが、その、ゲットベターでその、上手くなろうよと。
ここはあくまでもその陸上競技会でもなければ、クラシックのコンクールでもなければ、その順位を決めるところが最優先ではないんですね。もちろん順位決めもしますけども、でも1位か他に賞があるかっていうことしか決めませんし、ですからみんなで競おうではなくて、みんなで上手くなっていこうというのがこの、ステラジャムの趣旨、僕は少なくともそう考えて審査をしております。でその中で、思うことはやっぱりいろいろありますけども、個別に思うことですと、自分のトラックの録音でもいっぱい言ってますけども、音楽をどうしてるか、楽器をどうしてるかではなくて音楽をどうしてるか、これを重点的に、伸ばしてほしい。で少なくとも自分が試しに楽器を置いてみて歌ってみて、それと同じことをやってみようよと。そうすれば少なくとも自分の思ってる歌通りには必ずなるわけですから、ですからそこを、重点的にやってみるといいなということは、このカメラじゃないと話せないことなので、ぜひ、言いたいなと思いました。はい、じゃあ黒田和之先生。僕は多分自分の思いとかいうのは僕ね3回なんで、ちょっと皆さんにこの趣旨で面白いなと思ったのは、なんかこう一番上と一番下はこうなんか抜くじゃないですか。あれはやっぱりこうやっぱ極端にやっぱり好みが出ちゃうからですか。そうです、ね。それはなんか YouTube でこうコメントをリアルタイムで言っていくのってすごいこう分かりやすいじゃないですか。なんか後でこう言うよりも今言っとかなきゃって、一緒に歌いながらとか僕もこうやって歌うといいよとかいう話ができるじゃないですか。これはこれも杉山先生の、さっき僕ですよね。なんか新幹線の中でなんか2人で話したらアイデアが膨らんで、ここはすごいなと思います。でなんかこの最後に、セッション大会って初見やらせるじゃないですか、うん、それもさっき聞いたんですけど、はい、僕も向こうの海外のワークショップいっぱい行ってきたんですけど、でベーシーバンドの、ジョン・フレッド・バンドとかで初見でやらせてもらったりとか、ああいうのってやっぱり日本人あんまやらないですね。ビッグバンドで知らん曲、今日これやってみよう、でどこまでできるか何回かやって、でもそれはもう次の曲やる。やっぱりサックスさんとかそういう多いんですか、そういうのって。まあ日本ではないんですけ ど、まあアメリカでまあそうですね、あります、うん。でさっき黒坂さんに聞いた、とにかく初見量の力とアドリブができるようにするっていうのをやっぱりこうビッグバンドでやっていくわけじゃないですか。日本の人たちってこの曲コンテストに出るから一生懸命聴いて、でしかもちょっと思うのが、その曲だけしか聴いてないよね、ベーシーの他の曲聴いてないよねって感じるのはすごく多いじゃないですか。ああいうのはどうですか。とりあえずすごい素晴らしいバンド、うん、日本のトップクラスの高校バンドなんで、うん、ありますね。で行って違う曲やったり、うん、例のスペル吹いてみたいになると吹けないんですよ、うん、なるほど。だからもう本当にそれを吹くの血が出るぐらい頑張って覚えてる、覚えてる、本当にちょいとかないから吹けないんですよ、うん、なるほど。それって楽しめないじゃないですか。なるほどね、うん、だからそれこの場あのコンテストを作ったとこんな感じで、うん、極端すぎるんですよ、吹奏楽もそうなんですけど、だからそのブラックグラスみたいになっちゃうんですよ、うん、だからその僕自分でアメリカに行った時に一番苦労したのはみんなの初見がすごいんですよ、うん、すごいね、うん、でリハーサルだと自分だけ曲を持って帰る、ホテルも持って帰って、うん、何で持って帰るんだろう、譜面、うん、持って帰るわけねえだろうって、ああそこのせいかな、ああでもそれね、でも黒田先生もみんなすごいいいとこついてるんだけど、プラスなんかコンセプション、うん、考えてるなんか偏ってる、まあ、こういうことね、中学生でも生徒どんどん対抗するみたいな、だから最初からちょいと見ながら、なるほどね、もう時間もね、短いです、じゃあまた次週審査員を神戸も両方やってるのか、そういうところから考えてどうですか、なんかこうコンテストに対してゲットベター、うん、観点的にはなんか観点的には、まあ、大きく分けて、メロディーがちゃんと聞こえてくるから、あそれすごい、ね、私はそうですね、であとは全体の音量のバランスとあとはリズム、うんっていうところがまあ大きく3つポイントになっているところかなと私は思っていて、審査してるといつもそうやね、どこを聞かせたいのかが分からないときは結構、うん、そこを結構指摘するもんね。そうですね、うん、なんかやっぱりアレンジとか作曲をしたりするので、うん、曲全体で見たときにそれもどっかで言ったと思うんですけど、うん、なんかどこに一番持ってきたいのかっていう
ところが全体でこうやっぱりうまくいってると聴いててもあっという間に曲が終わってしまうし、3分でも5分でも7分でも、なるほど。そういうところはすごい皆さんの出番です、はい、大丈夫だと思います、はい、ありがとうございます、はい、ステラジャムいかがだったですか、とても審査員の方素晴らしかったでしょ、とても素晴らしいね、フェスティバルの飛び組みをされているので、ぜひねサポートとか応援お願いしますね。でこんなの知らなかったってことは、来年出てみようって方はぜひねビッグバンド出ていただければ、本当にあのスタッフもみんなも温かい人ばっかりで、本当にあの面白い回だと思いますね。で最後のやっぱりあの審査、やっぱり結局最終的にね、まあ、順位をつけるっていうのは、これが正解じゃないけど人の心を打つっていうのはそうなんですけど、僕もそうですけど、これ審査の最終審査やるとですね、大体賞を取る人って全員が覚えてるんですよ。やっぱり印象に残った演奏をしてるってことなんですね。まあそういうところらへんは、まあビッグバンドもそうだし、その個人のソロでもそうだし、個人のパフォーマンスでもそうだけど、MC 賞もあったりするんだけど、もうみんな全員覚えてるんですよ。でやっぱりこうみんな書き込んでるので、で書き込んでるし、あその時の音が浮かんできたりとかするぐらい、それぐらいやっぱりみんなこう印象的な演奏していくものなんですね。そういうのを見て、こうあいいなと思ったりとか、自分もそうなりたいなと思ったりするところにポイントがあるわけで、その賞を取るっていうことももちろん大事ですけど、賞を取ることよりも、こうやってみんなで切磋琢磨して上手くなっていく、ゲットベターしていくっていうところはすごくいいフェスティバルなんじゃないかなっていうふうに思ってますので、今後とも皆さん応援サポート参加よろしくお願いします。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。